ップでしてる？どうも見たです。1.20 アップデート。桜バイオーム、考古学、新レコード、神すぎる。それではスタートー。新畜材が登場しました。これらの畜材は随分前からデータパックやら実験的機能をオンにすればお目にかかれたので、すでに実装は終わっていたかのように錯覚しますが、これにて正式実装です。それでは新登場の竹を使ったブロックの作り方を簡単におさらいしていきます。畜材の始まりは、竹を9本クラフトして竹ブロックを作ります。竹ブロックをクラフトすると竹の板材になり、竹の板材は他の木材と同じように棒などをクラフトできます。竹の板材を横に3つ並べて竹のハーフブロックを作ったら、それを縦に2つ並べると竹細工を作成できます。統合版は 1.20.0 の正式アップデ時点だと竹のモザイクという間違ってはいないけど面白い翻訳になっていますが、 1.20.10 のアップデで竹細工に進化します。竹ブロックに斧を使うと表皮を剥いだ竹ブロックになります。表皮を剥いだ竹ブロックも竹の板材にクラフトできます。剥ぎすぎても安心です。ボートを竹で作ると竹のイカダになります。チェスト付きの竹のイカダもあり、レシピはいつものやつです。統合版はシャベルも添える必要がありますが、 1.20.10 のアップデが来たら不要になります。Next。 看板の機能が3段階進化です。1つ目は裏にも文字が書けるようになりました。これまで看板を設置した時に前面にだけ書けていたのが、裏面を右クリックすると裏にも書けます。2つ目は看板の文字を後から編集できるようになりました。これまで書き直したいと思ったら破壊してから再設置しなければいけなかったのが、何回でも再編集できます。看板は貼り付けた状態でも裏に見たり書いたりできます。書き直せる隙間なんてさすがになさげですが、いけます。3つ目はハニカムです。ハニカムを看板に使うと蜂蜜のパーティクルが発生し、金輪際編集できなくなります。斧で右クリックしても激しい音がするだけで励まません。書き直したくなったら看板を壊して再設置してください。 Next。 次、看板が正式実装です。レシピは表示を剥いだ原木系6つとチェーン2本、木材は全種類揃っています。ブロックの下に吊り下げて設置できます。ハーフブロックでも下付きなら大丈夫。面が1ブロックに満たないフェンスなどに吊り下げるとこの吊り方になります。ハの字、面が1ブロックあってもしゃがみながら設置するとハの字になります。両端から鉛直に鎖を垂らす看板は向きを90度ずつしか変えられませんが、しゃがんだり細かったりするハの字型は角度を16方向に調整可能です。またブロックの側面にも設置できます。吊り看板自身の側面につなげたり吊り下げたりも、ラジバンダリー、それから看板部分に当たり判定はないのですり抜けられます。側面に設置した場合の棒の部分にはありますので、横から行けばぶつかりますし上に乗って歩けます。また吊り下げタイプは支えがないとドロップしてしまいますが、側面タイプは不要です。単独で浮いていられます。あらあ。そしてその他の特性としては、吊り看板は溶岩をせき止めて燃えません。水源には浸されて水流はせき止めます。統合板はキストンで押すと壊れてしまいますね。ジャバ板もおおむね同じだったのですが、キストンでは押し引きできないようです。ってこと。 Next。 桜が正式実装です。バイオーム名は英語でチェリーグローブ。日本語はゲーム内に桜の林バイオームとあります。しかしながら毎回生真面目に呼ぶのは面倒なので、ここからは桜バイオームでいきますね。桜バイオームは草地バイオームの仲間、同じカテゴリなので標高が少し高めの地形に生成されます。桜の木の葉っぱから舞い落ちる桃色のパーティクル、降り注いだその地面は桜色の花びらで埋め尽くされています。桜のパーティクルが風にたなびいているのがいいですね。蜂の巣も生成されます。桜のブロック一覧です。通常の木材にあるものが揃っています。ジャバ版の日本語訳はほぼほぼ全部桜の何々で統一されています。例外は桜色の花びらですが、これは色の名前を漢字にしているだけなので表記揺れ的には濃感。一方統合版は
1.20.0 時点では、ほぼほぼ桜で統一されています。やるやん。しかしながら近い将来の 1.20.10 アップでにて、桜、桜、桜、と、揺れに揺れています。ちなみに桜色の花びらは、桃色の花びらになっています。統合版の日本語訳は最近、すごい勢いで Java 版とパリティされているので、これからも変化し続けるでしょう。楽しみですねー。桜の苗木を植木鉢に行けるといい感じです。桜色の花びらは土系のブロックに設置できます。そしてこのように、向きを変えると、花びらが回転します。最大4枚まで設置できるとです。骨粉は有効です。一発で1枚ずつ増やせます。連射すればこの通りです。4枚超えた花びらは勝手に溢れ出るので楽ちんちん。ラクダも正式実装ですね。砂漠の村に1頭だけスポーンします。体力は32、カッコ ×16 の有効的モブです。危険な障害物を避けながら歩き、2秒から7秒間座る、そしてまた立って歩くを繰り返しています。クラを装備させると、思い通りに乗りこなせます。手なずける必要はありません。クラの装着はラクダに乗ってからインベントリを開くか、クラをラクダに使うとできます。好物はサボテンです。手に持っていると寄ってきます。しかし座っている時は反応しない模様。2匹に与えると繁殖できます。繁殖の成功時に、経験値を1から7ドロップ。上手にできました。繁殖のクールタイム、Java 版は5分待たねばなりませんが、統合版は1分でいいので、ガンガン繁殖できます。ここなかなかパリティされないところですね。される時は5分に合わせられそうなおかん。ラクダは 1.5 ブロックの段差をジャンプせずに乗り越えます。馬の1ブロックより高くて以来、ジャンプの操作でゲージが溜まり、離すと前方に大きく跳躍します。再びゲージを貯められるまで、2.75 秒のクールダウンが必要です。普通のダッシュもあります。ラクダがかなりノリノリでご機嫌に見えるので楽しいです。前進する速度は速いラクダですが、後退と横歩きはかなり遅めでございます。ラクダは2人乗りできます。そして耐候が高いので、ハスクやゾンビなどの近接攻撃は当たりません。2人乗り乗り点を活かして、移動と攻撃の役割分担も可能です。弓による自爆にはご注意ください。ネザライト装備の作成方法が変わりました。鍛冶台を使ってネザライトツールを作るとき、これまでのダイヤ装備プラスネザライトインゴットだけでは作れなくなり、新登場のネザライト強化という鍛冶型を加える必要があります。統合版は正式実装直後、1.20.0 での日本語訳は、ネザライトアップグレードですが、1.20.10 になると、Java 版と同じ翻訳になる予定です。さあ、ネザライト強化の鍛冶型をセットしましたが、鍛冶型を一つしか持っていないときは、カンカンしてはいけません。なぜなら鍛冶型は使うとなくなってしまうからです。複製するレシピがあるので、一つしか持っていないときは、必ず二つ以上に増やしてから強化することをお勧めします。レシピはダイヤモンドを7個並べて、ネザライト強化の鍛冶型プラス、複製ブロックのネザーラックです。上手に増えました。脳確認したら、ネザライト強化しましょう。Okay. ネザライト強化の入手方法は、ネザーにあるピグリン要塞です。4タイプあるピグリン要塞の全てにチャンスはありますが、宝物庫のあるトレジャータイプのピグリン要塞に行けば、確定で入手できます。ってこと今の心境を聞かせてください。みんなブラボーブラボーブラボー。アーマートリム、防具装飾が登場しました。防具にいろいろな色や模様をつけることができます。装飾を施したいくらい大事な防具には、当然エンチャントがついていると思われるので、今回はエンチャント付きの防具装飾に移動します。エンチャントの光沢の強さと速度は 50% ですね。強さを 100% にすると、ちょっとギンギラギンすぎますね。50% で見ていきましょう。装飾できる防具は、革からネザライトまでの6種プラス亀の頭です。色は10色の中から選べます。お好きな色を選びください。防具装飾のやり方は、鍛冶台を開き、装飾したい鍛冶型と、防具に、色素材をセットすれば OK。こちらもなくならないように、複製してからいたしましょう。色はいろいろ選べます。4V バラバラでも OK です。それでは防具装飾の鍛冶型の、種類と入手方法を見ていきましょう。略奪者風の装飾、セントリー風。括弧内は統合版の期間限定翻訳です。
統合版の日本語訳は 1.20 の間だけ、カッコ内のセントリー風の装飾になり、1.20.10 からはジャバ版と同じになります。全焼基地のチェストに 25% で2個、複製ブロックは丸石。ベックス風の装飾、森の洋館のチェストに 50% で1個、複製ブロックは丸石。密林風の装飾、ジャングルの寺院のチェストに 33.3% で2個、複製ブロックは苔むした丸石、かっこ苔の生えた丸石。海洋風の装飾、難破船、かっこ沈没船のトレジャーチェスト、マップチェスト、サプライチェストにそれぞれ 16.7% で2個、複製ブロックは丸石。砂丘風の装飾、ピラミッドのチェスト 24.3% で2個、複製ブロックは砂岩。先駆者風の装飾、カッコウェイファインダー風の装飾、考古遺跡の怪しげな砂利を、ブラシでこすると 8.3% で1個、複製ブロックはテラコッタ。職人風の装飾、カッコシェイパー風の装飾、これも考古遺跡の怪しげな砂利で 8.3% の1個、複製ブロックもテラコッタ。牧者風の装飾、カッコレーザー風の装飾、これも考古遺跡の怪しげな砂利をブラシでこすると 8.3% で1個、複製ブロックもテラコッタ。主人風の装飾、カッコホスト風の装飾、これも考古遺跡の怪しげな砂利で 8.3% の1個、複製ブロックもテラコッタ。監獄風の装飾、古代都市のチェストに 5% で1個、複製ブロックは深層岩、カッコディープスレート。静寂の装飾、カッコサイレンス風の装飾、古代都市のチェストに 1.2% で1個、複製ブロックは深層岩、カッコディープスレート。恐竜風の装飾、海底神殿のエルダーガーディアンを倒すと 20% で1個、複製ブロックはプリズマリン、カッコ解消レンザ。豚の花風の装飾、カッコ豚の花風の装飾、ピグリン要塞こと砦の遺跡の各種チェストに、それぞれ 8.3% で1個、複製ブロックはブラックストーン。あばら模様の装飾、カッコ肋骨の装飾、ネザー要塞のチェストに 6.7% で1個、複製ブロックはネザーレレレレラック。要塞風の装飾、カッコネ風の装飾、ネ風？エンド要塞の、物置のチェストには 0%、絶対入っていません。祭壇のチェストには 10% で1個、図書館のチェストには確定で入っています。複製ブロックはエンドストーン。戦闘風の装飾、エンドシティのチェストに 6.7% で1個、複製ブロックはプルルルルルルルプアブロック。考古学が正式実装。考古学の遺物を採掘するには、ブラシが必要です。レシピは上から跳ね、銅、棒でクラフト。遺物をドロップするのは通常の砂や砂利とは少し見た目の違う。怪しげな砂と、怪しげな砂利です。統合版 1.20.0 では、怪しい砂&砂利になっています。これも 1.20.10 で怪しげな砂、砂利にパリティ予定です。ブラシを持って右クリックなどで使うと、怪しげな砂の中からアイテムが出現します。4段階、徐々に姿を現します。壺のかけらをゲットしました。怪しげな砂砂利は、落下すると壊れてしまい、中のアイテムまで失われるので。今のが壊れた音ですね。発掘するときはなるべく上の層から、丁寧に攻めることをお勧めします。飾り壺の作り方は、壺のかけらを4つクラフトして作成します。菱形に置くと作れます。作成した飾り壺のパーツは、カーソルを合わせると確認できるようになりました。作成した飾り壺はその辺に設置できます。素手で叩くと、形を保ったまま回収できます。ツルハシなどのツールで壊すと、壺のかけらに戻せます。シルクタッチがついていると、そのままドロップしますね。まあ素手でも即回収できるので、シルクタッチの出番はなさそうです。それでは発掘できる壺のかけらを、考古遺跡から見ていきます。考古遺跡の怪しげな砂利にブラシを使うと、1.8% で1個出ます。壺のかけらも翻訳パリティのお預けを食らっている状態です。炎の壺のかけら、かっこやけど、脅威の壺のかけら、かっこ危険。友の壺のかけら、かっこ友達。心の壺のかけら、かっこハートと昇進、かっこ割れたハートに関しては少し特殊で、統合版が Java 版に合わせた後に、Java 版が変更しちゃったという、悲しい事件です。遠吠えの壺のかけら、かっこ遠吠え。あ、これはすでに一致していた。麦束の壺のかけら、かっこ束。以上、考古遺跡から出るかけらをお送りしました。冷たい海底遺跡の壺のかけらは、怪しげな砂利の 6.7% で1個です。剣、
かっこいい刃、探検家、愛刀者、かっこ悲しむ人、ソニー、かっこ大量、この4種類。暖かい海底遺跡の壺のかけらは、怪しげな砂から 6.7% で1個です。釣り人、木陰、かっこ小屋、花を鳴らす動物、かっこ豚の花、この3点です。それから暖かい海底遺跡からは、スニッパーの卵が出現するチャンスがあります。砂漠のピラミッドから発掘できる壺のかけらは、怪しげな砂から 12.5% で1個。伊勢、かっこ弓使い、甲府、かっこ採掘者、宝物、かっこお宝、頭蓋骨、の壺のかけらたちです。砂漠の井戸から発掘される壺のかけらは、怪しげな砂から 25% で1個。両腕を上げた人の壺のかけら、かっこ両腕を上げた壺のかけら。統合版 1.20 前例の両腕を上げたは、人の文字がありません。人手なし。醸造家の壺のかけらは、かっこ醸造者の壺のかけらでした。以上です。壺のかけら20種の入手方法は以上で終了ですです。スニッパー正式実装です。Java 版はスニッパー、統合版はスニファーになっていますね。こちらは現状パリティされていない模様。スニッパーは普段、当てもなくうろついていて、時々周囲の匂いを嗅いで、地面に鼻を近づけて古代の種を探します。獅子の匂いを嗅ぎつけると、地面からトーチフラワーの種やウツボカズラの鞘を掘り出すとです。スニッパーが掘れる土はこちら。ウィキには 6×6 の空間が必要で、クールタイムは8分とあります。トーチフラワーの種を見せるとおびき寄せられ、与えると求愛状態になり、2体に与えると繁殖を開始します。生まれてくるのは子供ではなく、卵が、アイテムの形でドロップします。卵をブロックに設置すると、20分で孵化します。苔、かっこ苔ブロックの上に設置すると、半分の時間でいけます。10分ですね。これは今時間を50倍の速度で進めています。苔が先に生まれました。繁殖のクールタイム、Java 版は5分とのこと。統合版は相変わらず、1分でいけますね。あ、スニッパーの体力は14、かっこハート ×7 です。意外と少ないですね。トーチフラワーの種を与えると2、かっこハート1個回復する模様。子供の成長促進にも使えます。トーチフラワーは高地、かっこ農地に植えられます。高地で成長しますし、骨粉で促進することも可能です。2コナでマックスみたいですね。素手で回収することができ、成長しきってないものはトーチフラワーの種に、しきっているものはトーチフラワーとしてドロップします。あと残念ながら、トーチって名前だけど光りません。ウツボカズラの鞘も高地、かっこ農地に植えられます。自然に成長できますし、骨粉も使えます。4段階成長しますね。OK。成長しきってないものはウツボカズラの種になります。最大まで育っているウツボカズラは、どこを叩いても花としてドロップするとです。ピグリンの頭が正式実装です。大電クリーパーで思う存分爆破してあげましょう。それからモブの頭を音符ブロックの上に置くと、対応したサウンドが再生されるようになりました。中野なら殺してしまえ理論。あー怖い。お友達の家に仕掛けてビビらせましょう。模様入り本棚正式実装。普通の本棚とは一味違う見た目と、本を出し入れできる楽しさがあります。コンパレーターを生やしていれば、おしゃれな隠し扉もなんのその、アドベンチャーやら配布なマップでも大活躍です。やるやん。レシピはこうですね。ハーフブロックを木材でサンドイッチしましょう。残念ながらエンチャントテーブルには、パワーを送れません。ピストンはどうでしょう。統合版は押し引きできます。Java 版は。できなーい。いつものやつですね。模様入り本棚は燃えるのか？激しく炎症はしますが、なくならないようです。あとはホッパーと模様入り本棚。上から本を入れて、レバーをオフにすると、上から流れ込むと同時に、下から吸われているので、下をせき止めたら本棚に溜まっていって、上からの供給を止めたら抜けていきましたね。というわけでホッパーも活用できます。駆け足だけど OK？ スカルクセンサーと共振、アメジストブロックをスカルクセンサーに隣接させていると、
スカルプセンサーの信号がどんどん伝わっていきます。これですごく遠くまで信号を送ることができますね。調律されたスカルプセンサーが登場です。ああ、統合版の 1.20.0 だと調整済みスカルプセンサーです。1.20.10 で名前変わります。この面にレッドストーン信号を当てていると、その強さの信号にしか反応しなくなるんですね。信号の強さが合っていないと、このように跳ねたり置いたりしても反応しません。モブがスポーンした信号14に反応して出力しました。こんな感じです。それからスカルプセンサーに関する振動のレベルが一新されました。Java 版も統合版も共通です。今までできてた回路が使えないなぁ、と思ったら、こやつが原因かもしれませんね。はい、それでは最後に新レコードです。アーロン・チェロフさんのレリック、新曲との声が止まりません。そしてご覧の通り、信号強度は14でございます。信号14は2枚目になりますね。タギジの遺跡こと考古遺跡の怪しげな砂利から出現します。確率は 8.3% です。はい、というわけで。マイクラ 1.20 後での新要素まとめ編でした。とても量が多く、ベース配分がど下手すぎましたが、お付き合いいただきありがとうございました。統合版に起こっている重大な変更はまだまだたくさんあるので、これからも乞うご期待。ってことってバイバイ。あばよ。